ってるだけでも大変ですね。でもせっかくマチさんが連れてきてくれたんだし、私もそろそろ泳がないと。みゆきはこの前の戦闘でも無理をして呼吸困難になっていただろう。水泳は全身運動だから体にいいぞ。じゃあ私はもっと沖を泳いでくるからな。って口調はクールだけどさりげなく私の体力づくりに協力しようとしてくれて、なんだかんだ優しいんですよね。けどそれでも私はどうしても体力づくりより体力削りが好きなんです。なので今日も深く潜って息も大々な潜水しちゃいます。ポコポコポコ、ああ呼吸が薄くなって意識が遠のく、この危険な感じがたまらないです。うわあに行っていたんだ。探していたんだぞ。え、そうだったんですか。すみません、私息苦しさを味わってて。何だから体力を削るんじゃなく体にいいことをしろとあれほど。今はそれどころではない。着替えの服を知らないか。確か服は2人分まとめて浜に。それが置いたはずの場所から消えていて慌てて探したんだがどこにもない。ひょっとするとこの季節もしやとは思うのだが。久しぶりねオルタナの小娘たち。サメナイトビーストのレディーシャークスさん、噛まれたら痛そうな歯ですね。もしかしてお前が。そう、私があんたたちの着替えを奪ってやったのよ。一体なんでそんなことするんですか。あんたたちと交渉するためよ。服を取り返したかったら言うことを聞きなさい。卑怯な。私は別に街中で水着のままでもいいんですけど。そんなの恥ずかしいだろという以前に間違っている。水着で過ごすなどと。これまでは確か着替えではなく水着を奪われる形だったはず。なぜ今回は着替えを。鋭いわね。そもそも水着収集が趣味なのはお前の夫のはずだぞ。奴はどこにいる。ここにいる。あ、ドン・シャークスさん。けどなんだか様子が変。じっと寝てなさいってあれだけ。いや、お前だけに任せるわけにはいかない。これは俺たち家族の問題だ。家族？一体何の話だ。実は俺たちの娘であるキット・シャークスが誘拐された。先週学校に向かったままそれっきり海中を探したがちっとも見つからなくてな。あっくそくダメ。あんた強力軟膏を塗って休まなきゃってな感じで、創作疲れで夫はボロボロ、私も地上の地理には疎いし、あんたたちに頼むのは気が引けるけど、ここは四の五の言っていられない。キッドの捜索を手伝ってちょうだい。ああ、それで私たちの着替えを普通に頼めばいいものを。サメは海の中でも恐れられてて、とってもプライドが高そうですからね。その点、私は大丈夫です。体や心をどんなに虐げられても、続々って快感を覚えるだけで何のダメージもありませんし。おい、誘拐というからには人質として痛い目に遭っているかもしれないですが。ああ、きっと痛みも全部受け止めちゃう。おいおいおい、ズバリキッドちゃんを取り戻し、この私が身代わりになっちゃいます。いいのか。もちろんです。私、危険なこと大好きですから。ありがとう。キッドが戻ってきたら必ず着替えは返すからね。よろしくです。まったく安請け合いして。それにしてもなんで誘拐だと分かったんですか？それが、キッドが失踪してからこんなものが届くようになって。これは脅迫状か。内容はへんてこだけど犯人の仕業に違いないわ。これなんか見て。何々、お前たちが反省しないとキッドは泣くことになる。キッドを返して欲しかったら3回回ってワンと言え。俺たちサメは小回りを利かせて泳ぐのは苦手だ。あんたしっかり。卑劣な犯人め。手がかりになるようにそれは預けるわ。私たちは一旦家に戻る。了解した。というわけで、さっさとキッドを救出して大事な着替えを返してもらいたいが、みゆき、どうして回っているんだ？ぐるぐるぐるワン。3回回ってワンと言えをやってみましたが、何も起こりませんね。犯人は一体どういう目的で脅迫状を書いているのでしょう。そんなのこちらをバカにしているに決まっている。これなんて海の塩味シェイクを作れなどとシャークスたちを愚弄している。海の塩味シェイクですか。アイス屋さんに頼むしかないですよね。もしもーし、そこのアイス屋さん。おい、正気か。こんなの真に受けるやつがいるか。だってこの脅迫状にはそのように命令が。みゆき、命令には全て従うのか？戦闘時や緊急時のキャプテンの命ならともかく、何でもかんでも受けていたら身が持たないだろう。みゆきの縁、柔軟さはすごいわ。もっと冷静になってほしい。みゆきは大丈夫ですよ。とりあえずキッドがさらわれた地点を探りたいが、どうしたものか。キッドちゃんの学校やお友達の家はすでに探したって言ってましたもんね。ああ、私たちは地上を重点的に調べた方がいいだろうと思うが、キッドはまだ幼児くらいの年齢だ。地理には疎いはずだし、浜から離れるとは思えない。地上に友達でもいたらいいんですけどね。何しろナイトビーストだから人の目に見えない上、ほとんど幼児だ。友達などいた？なんでだろうな。つむぎさん、そういえばサメナイトビーストと仲良くなったって聞いたことあります。ああ、紬なら子供ともすぐに仲良くなれそうだしな。そしたら早速紬さんに会って協力してもらいましょう。待ってみゆき。ん？紬に何と告げるつもりだ？それはその、キッドちゃんが誘拐されて大変だって。ダメだ、そんなことを言ったら紬のやつはきっと。人命がかかっていることを荒立てたり大げさにすることは回避したい。よって紬には誘拐の件は伏せ、キッドの人となり、もといサメとなりについてだけ聞き出そうと思う。さすがマチさん、冷静ですね。早速会いに行きましょう。しかし学園まではみゆきが私の前を歩くように頼みたい。なんでです？こんな格好で歩き回るのが忍びないからだ。こんなに露出が少ない水着でもですか？水着は水着だ。本来人に見せるものではない。私は全然平気ですけどね。むしろ開放的で動きやすいですし。待ってみゆき、私から離れないでくれ。キッドちゃんとは前に。ああ、一日中行動を共にしたと聞いている。遊ぶ他は何かしましたか？そうだなあ、お水飛ばしっこでしょ、貝拾いでしょ、あとは砂のお城も作ったよ。うん、全部遊びだな。紬、他には？遊びですね。やはりこれでは有益な情報は得られなさそうだな。私、キッドちゃんとまた遊びたいな。そんなに遊んだなんてよっぽど楽しかったんですね。うん、キッドちゃんは遊ぶの上手だからね。お父さんとお母さんが忙しい時は一人で遊んだりしてるみたいで、いろんなことを思いついちゃうんだって。そうなんですね。けどなんで急に？もしかしてキッドちゃんを招待するの？あ、いや、深い意味はなく、サメの習性や好みを調べているだけで。キッドちゃんがもし一人で行くとしたらどんな場所でしょうか？一人で行くとしたらきっと楽しいところじゃないかな。キッドちゃんは遊ぶのが一番好きだから。なるほど。どうやらキッドは紬を上回る遊び人のようだな。そしたらキッドちゃん、地上の遊び場に向かったんでしょうか？遊び場か。ちなみにみゆきにとってはどんなところだ？そうですね、チクチクした痛い茨だらけの茂みとか。参考にならんな。え、遊び場？今一番熱い遊び場って言ったら天国ホッケ祭事場かな。今度の休みに出かけるんだ。私の好きな遊び場はやっぱりお菓子屋さんかな。色とりどりのケーキを眺めてるだけでとっても幸せな気持ちになれるもん。遊び場？一般的にはリゾートバカンスかしら。もう全然参考にならん。みんな見事にバラバラですね。とりあえず子供でも行きやすい公園などを渡ってみるか。いなくなってから相当時間も経っているし、今は犯人のアジトなどにいるのだろう。飲まず食わずで衰弱していないといいですが。ああ、早く変わってあげたいです。目覚めたか、きっとシャークス。泣き疲れていたくせに。何してるのよ。例の秘密のお届け物の準備だよ。いよいよだなあ。一向に手がかりがつかめず。仕方ないな。ドンさん、やっぱり辛そうですね。いやいや、何のこれしき。キッドの苦痛に比べたらなんてことはない。レディーシャークスはどこに？ああ、虫歯治療中の俺のためにおかゆを作ってくれているよ。虫歯まで。全身ボロボロで羨ましいです。みゆきも早くキッドちゃんの身代わりに。シャークス！どうした我が妻よ。おかゆでもこぼしたか？おかゆは猫舌のあんたのために冷ますってある。それよりこれ、また来たのよ。脅迫状。子供は約束を忘れない。これは一体。なんだか脅迫というよりは教訓のようですけど、約束って何でしょう？思い出したぞ。先々週キッドと出かける約束をしたが、俺の歯が痛くて当日にドタキャンしてしまったんだ。もうそんなことがあったんですね。どこに出かける予定だったんですか？あの時キッドが行きたいとせがんでたのは確か遊園地だ。それだ。遊園地。キッドは休日に行けなかった遊園地にどうしても行きたくて一人で向かった。そこで人さらいにあった、そういうことですかね。なんでわざわざ場所を知らせてくるのか、犯人の狙いが見えないけど。遊園地へ行きたいと言ってたキッドの顔は本気だっただろう。とりあえずそこへ行けばヒントが。あんたは寝てなさい。暑さに弱いのに熱でも出たら大変でしょ。背びれに腹びれは変えられん。なんとしてでもキッドを取り戻す。えいえいおーですね。ここが遊園地か。向こうでくるくる回っているのは何？ハリセンボン？ああ、あれは観覧車だな。あそこでペコペコ謝っているのは。すみません、以後気をつけます。みゆき、どうしたんだ。それがアトラクションに私の髪の毛が絡まって止まっちゃったんです。そんなバカな。それがそんなバカなってっていうようなことが起きちゃうのが私なんですよね。何しろ恐ろしいほどの不運体質なので。嫌な予感。大丈夫ですよ。私のもう一つの特技、霊能力でこの大勢の中からでもキッドちゃんを見つけてみせまー。ぶつかっちゃってごめんなさい。言ったそばから。大丈夫ですか？念のため救護室に。そのお仕事、責任を取って私が代わりますね。みゆき、その格好は？うらめしやー。幽霊っていうわけではないのですが、お化け屋敷のゴシックホラーイベントのアテンドスタッフです。あ、いらっしゃいませ。トイレの場所？こちらです。グッズのお会計は合わせまして、慣れない仕事でバタバタして貧血になりました。言わんこっちゃない。みゆきは不運体質の前に虚弱体質だろう。何のこれしき。あそこにいるのは迷子のお子さんでしょうか。おーい、もうその仕事はしなくていいんだぞ。お母さんが買い物から戻るのを待っているだけ？迷子じゃないんですね。ん？待ってる間に一緒にこれに乗ってほしい？目が回る！酸欠で、もう、ダメかもです。死んではいない。コーヒーカップを回されすぎただけだ。はい。吐血はいつものことなので。それに私は、こうして振り回されたり、虐げられたりすること自体が快感ですし。ダメだぞ、みゆき。以前から思っていたことだが、みゆきは、自分のことを傷つけすぎている。戦闘はもちろん、面倒事や厄介事を安請け合いしてはボロボロになって、みんなの犠牲になってしまう。私は以前から、そういうみゆきのことが心配。というか、気がかりというか、とにかく分別をわきまえてもっと冷静になることを要求したい。マチさん。おいおい、お前たち茶番はいい加減にして、とっととキッドを探し出してくれ。いや、なんだ。あんたはあんたで反省しなさいよ。何の話だよ。厄介事や面倒事は全部私に押し付けて、自分は飲み会三昧、挙句子供との遊びもキャンセルして、親としてこれからはもっと責任と情熱を持ちなさいって話。まあ、飲み物でも飲んで落ち着いて。冷た！なんかかかった！ああ！もう私ってば！勢いよく蓋が飛んじゃってすみません。って、今のひょっとして。ナイトビースト！間違いないな。はい、はっきりと顔は見えませんでしたが、やたらと怪しげなナイトビーストでしたね。奴こそキッドシャークスをさらった犯人。きっとキッドも共にいるはず。追うぞ。立派なプールが併設されてたんですね。真っ先にここに来るべきだったな。あそこ飛び込み台のところに。ああ、さては両親ともか。やっと来たんだな。一刻も早くキッドを返せ。あの子は無事なの？姿を見せて。卑怯な。かくなる上は力ずくで。はあ。マチさん、ダメです。キッドシャークス。キッドはこの通り、粘着テープで口が聞けないし動けない。お前らが攻撃したら一巻の終わりだぜ。俺は逃げられるけどな。子供を盾にするとはなんてやつだ。なんでこんなひどいことをするの？私たちがあんたに何かした？ああ、へえ。ゴニョ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 。おい、お前、何をキッドに吹き込もうとしている。狙いは何だ。狙いはお仕置きじゃない、復讐だ。復讐？そうだ。子供を返して欲しかったら俺の出す命令をクリアするんだ。命令だと？一体どんな。ナイトビーストさんの要求はよくわかりませんが、人質のキッドちゃんと私を交換してください。みゆき。はあ、ダメだ。それじゃ意味がない。命令を考えたから、やれ！ああ、意地悪です。じらされるのは好きですけど。じゃあ、まず、音楽に乗ってダンスしろ！ダンス？これでいいんでしょうか。人前でダンスなど本来するものではないが仕方がない。あら、どうさん、レディーさん。なんて音量だ。耳がキーンとする。私たちサメは大きな音が苦手なのよ。そしたら私が2人の分も踊りますから、耳をしっかり塞いで休んでてください。おお、助かるぞ。はい、絶対にキッドちゃんを取り戻しましょうね。イエーイ！もっとねだ。私はもうこれ以上足が動かん。体中のすべての関節が外れそう。新感覚です。続いての命令は。ごにょ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 。ちょっとあんた、さっきから何キッドに耳打ちしてるの？そうだ、拘束を解いてさっさとキッドを返せ。金ならやる。パー、そんなもんいらねえよ。続いての命令はお花こちょこちょだ。お花こちょこちょ。さっきから何なんだ。ずいぶんふざけた命令だが。まあ、猫じゃらしを持ち出して、つむぎさんの猫ちゃんの遊びみたい。みゆき、鼻先をくすぐられて、思いっきり気持ちよくなっちゃいたいです。行くぜ、お前ら。ああ、こちょこちょこちょ！ああ、ダメダメ！私たち、鼻はさっきからなんだか俺たちサメ型ナイトビーストの弱点ばかり狙ってくるな。そうなのか。逃げるな。こっちよ、こっちよ、こっちよ。ここは任せてください。二人は私の後ろに隠れて。頼むわね。奴のくすぐりに耐えてくれー。カチャーカチャカチャー。はー、みゆきー。プールで豆乳がか赤やオレンジの派手な色はパス。私が突撃します。ニンニクスプレーだ。嗅覚も敏感だからダメ。みんなが嫌なものでも私ならきっと耐えられます。ニンニクが鼻孔という鼻孔に刺さって、これはきついです。ああ、みゆき！もう体中に力が入らない。だから無茶だ。いい加減身を削りすぎだぞ。よーし、次で最後の命令だ。うっしゃー、くせえ、頑張って耐えてちょうだい。最後の命令は、水中火の輪くぐり。火の輪くぐり？じゃー燃え盛る火の中をジャンプできたら、子供は戻ってくるぞ。ぐぅ、またしても俺の苦手な。さすがにあれは。火に触れたら燃えちゃいますよね。そうだ、これこそドンシャークスにやってもらうべきだろう。けど燃えるみたいにじりじり焼かれて、体の奥から外から熱くなるの。みゆき、嫌じゃないかも。だからもっと冷静になれみゆき。人間にはできないこともある。いやいや、なせばなる。頑張れ。パパってば、逃げてばかりよ。キッドちゃん？あれ、もういいのかい？うん。もうキッド嫌になっちゃった。パパ、全然命令聞いてくれないんだもん。キッドにはいつも宿題やれとか留守番しろとか言うのに。キッド、一体どうしたんだ。早くこっちに戻りなさい。誘拐犯のおじさんに言いくるめられてるの。パパに火の輪なんて飛べるわけないでしょ。キッドのためでも。キッド？いや、キッドはな、父親のお前に体張ってもらいてんだよ。あ、それってつまり。ああ、そもそもがキッドの企てだ。遊びの約束をドタキャンされて、よっぽど悔しかったみてえだな。きっと子供だから、カジャクのおじさんに頼んで長い家出をしたのよ。キッド、パパにお仕置きよ。そうだったのか。しかし俺だって悪気はなかったんだ。遊園地に連れてこれなかったのも虫歯がいたんだからだ。頼むよ、機嫌を直してくれ。言い訳ダメよ。パパ、反省してよ。しかし火はちょっと。それなら私がやります。ああ、また。何より危険な勝負も遊びも、この私がやってみせまーす。みゆき！と言いたいところですが、今回ばかりは残念ながら適任者は別にいるかと。ドンさん、あっつあっつの火の輪くぐっちゃってください。無理だわ。この人は昔から熱いものが大の苦手なのねえ。やってやる。俺だって伊達に長いこと父親やってねえ。キッドの信頼を落とした分はお金もない自分で回復しねえとな。カオー、かっけえぞ。でも俺、見てください。火の輪がさっきより激しく燃え上がっているぞ。ちょっと、何よあれ。さすがにダメよあんた。くふー、あ人だし、この命令は中止でいいな、きっと。うん、きっと止めるなよパパ。飛んでやる。命がけの俺をよーく見とくんだ。祈ります。いやいや、これでは本当に死んでしまうぞ。早まるな、ドンシャークス。よーし、助走じゃねえけど深く潜って。他の何でもねえ。きっと俺はただお前のために飛ぶぜ。やべえ、あいつ本当に歩道の中に突っ込むぜ。本当。どうやらまだ俺は生きてるようだな。あんた、お願いだからもうあんなとんでもない無茶はしないでよ。何が無茶なもんか。きっとにこれ以上嫌われることを思えば。お前に構ってもらいたかったな、本当だが、そこまで嫌われてなかったぜ。キッドの頼みでいたずらの脅迫状をたびたび送っていたんだが。ああ、あれも全部キッドが。急に泣き出してな、絶対会えるようなヒントを送りつけろって頼まれてさ。遊園地の約束を思い出させたんだ。今日中に仲直りする気だったわけ。カジャクのおじさん、おしゃべりよ。今日中にって今日何かがあるんですか？特別なことは何にもないわよ。ただ今日は私たち夫婦の結婚記念日なのよ。ったく、よく覚えていやがったな。パパ、ママ、心配させてごめんなさいよ。キッドちゃん、ドンさん、リリーさん、よかった。手間をかけさせる奴らだな。え？マチさん、もしかして泣いてるんですか？そんなわけないだろ。それよりみゆき、さっきは珍しく冷静な対応だったな。いつものみゆきなら率先して火の輪に飛び込みそうなところだ。そうやって話をそらすつもりでしょう。その目に光るものは一体。違う。じろじろ見るな。そうだ、シャークスたち、さっさと着替えを返してもらおうか。今か。ちょっと、まだ感動の再会の余韻が。今と言ったら今だ。さっさとしないとただではおかんぞ。あのお姉ちゃん怖い。マチさんってば、落ち着いて冷静に。今すぐ返せ！